こんにちは、伊藤です。今日のこの動画では睡眠と呼吸、そして自律神経の関係をお話ししていこうと思います。睡眠って大事ですよね。寝るの嫌いな人がいないし、寝るの大好きですよね。なんですけど、この現代において睡眠不足ってすごく深刻な問題になっているんですね。日経の本が書いてたことによると、2030年にですね、こう睡眠障害、こう寝不足とかによる経済損失っていうのは、こう日経の試算によると16.9 兆円の損失があるそうです。これ GDP に直すと約 3.3% 分の損失になるそうなんですね。だから睡眠不足による損失ってすごく、多大なものになるんですね。なので今日はじゃあどうやったらこう睡眠に関わることができるかっていうのをお話ししていこうと思います。今日メインにするのが呼吸です。呼吸と交感神経、副交感神経のつながりをお話ししていこうと思います。基本的に交感神経っていうのは興奮状態だったりストレスとか不安な時に高まります。ストレス、不安とかね、これから大きな仕事があるとか、みんなの前でプレゼンテーションしなくちゃいけないとか、これからスポーツの試合があるとかですね、そういう時に交感神経が活発になってですね、呼吸が浅くなったり心拍数が上がったりするわけですね。反対に副交感神経っていうのは逆のことになるわけですよ。基本的にリラックスした状態の時に副交感神経っていうのは活性化されるわけなんですね。だから睡眠においては副交感神経を優位にさせることが非常に大事なんです。これを活発化させる、一つのキーとして呼吸が挙げられるわけなんですね。で、呼吸の時にどうなってるかね、解剖学的に見ていきましょう。今見えてるのがこれ横隔膜です。横隔膜ね、横隔膜も呼吸のメインの筋肉ですね。で、深く呼吸をすることによって副交感神経が活性化されるとされています。じゃあ、それ以外に呼吸をすることによって、どういうことが内臓の周りとか神経とか、あとリンパに起こっているのか、こういうことが起こってるから副交感神経も活性化されるっていう紐付けにもなると思っています。基本的に横隔膜が収縮する。その時は、息を吸う時ですね。息を吸う時というのは、横隔膜が下に引き下げられます。下に引き下げられて空気が入っていくわけですね。で、横隔膜が下に下がるということは、その上にある心臓とか、あとその周りにある肺っていうのも、若干は下に引き下げられるわけです。そんな何十センチもね、引き下げられるわけじゃないですよ。数センチ単位ではありますが、横隔膜の上にある心臓とか肺っていうのも下に引き下げられるわけです。で、ちなみに、この横隔膜の下側にある、例えば、肝臓とか、あと胃とかですね、ここに胃がありますよね。肝臓とか胃も下に引き下げられる。そして、肝臓とか胃の下にはね、小腸とか大腸もあるわけなので、結局は内臓も下に引き下げられる。これは息を吸った時ですね。じゃあ息を吐いた時っていうのは、逆に横隔膜は上方向に行くので、逆に心臓とか肺とかも上に行ったり、内臓っていうのも圧力が解放されるので、こう上方向に力が加わるわけですね。だから、基本的には、呼吸をすることによってお腹とか胸っていうのが上下すると思ってください。いいですか？呼吸によって腹部とか胸郭が上下するんです。じゃあこのことから交感神経とかね、どういう関わりがあるか見ていきましょう。はい。絵を変えまして、ちょっと今神経とかリンパがいっぱい見えてきましたね。今黄色で見えてるなんかこの辺いっぱいありますよね。この辺にあるのが交感神経を司る神経たちだと思ってください。交感神経、興奮の時に働くやつね。交感神経っていうのが、ね、胸とかお腹の奥にいっぱいあるんですよ。じゃあ深呼吸をすることによってどういう効果が期待できるかというと、ね、交感神経の周りには少なからず内臓っていうのがあるわけです。肝臓があって胃があってみたいなね。もちろんこの周りにも交感神経があります。ということは深く呼吸をする、スムーズに呼吸をすることによって横隔膜が下に引き下げられる。ということは内臓も引き下げられて、その周りにある交感神経たちにも何かしらいい影響はあるはずだろうと。
なんでこんな曖昧なね、答えをしているかというと、ね、神経の生理学とかっていうのは非常にこう、絡み合ってるんですね。複雑に絡み合っているので、一概に、あ、もう呼吸したら絶対交感神経収まるからね、みたいなことも言えないんですよ。あくまでこれは、まあ、推測のレベルだと思ってください。横隔膜が下に引き下げられる。ということは、内臓も下に引き下げられる。内臓の周りにはもちろん交感神経っていうのがあります。だからゆっくりとした呼吸をすることによって、内臓経由の交感神経の働きがね、しっかり抑制されるっていうことは考えられます。で、ちなみにじゃあ、お腹周りの副交感神経は何なのよと。で、この今見えてる黄色以外に何が副交感神経をコントロールしているのかというと、それはですね、別の神経がやってるんです。ちょっと色変えましょう。赤でいきましょうかね。赤で書いた神経があるわけなんですよ。これをですね、迷走神経と言います。迷走神経ね。迷走神経っていうのが胸の中と、あとお腹の大部分の副交感神経の役割をしています。いいですか？迷走神経っていうのがあります。ということはですよ、また呼吸に絡めていけば、この迷走神経っていうのが活性化されて、副交感神経の役割が上がるということが考えられます。だから交感神経の役割が下げられて、副交感神経の役割が上がるっていうことが考えられます。いいですかね。そして、基本的にお腹の中っていうのは、交感神経の周りっていうのは太い血管があります。こんな感じで。まあ、イメージで言うとこんな感じね。神経がいっぱいあります。ということは、その周りには太い血管があるんです。また呼吸と絡めていきますよ。このね、血管とか神経っていうのは横隔膜を貫通しているわけなんですよ。だって心臓がここにあって、心臓から出た血管っていうのも横隔膜貫通して、内臓とか下半身に血液を送らなくちゃいけないわけですね。じゃあその血管は横隔膜を貫通しています。貫通しているということは呼吸をすることによってこういった血管にも圧力かかったり圧力抜けたりするわけです。つまり、つながっているというわけですね。はい、呼吸します。ゆっくりとした呼吸をします。さっきは自律神経、交感神経ね、副交感神経が刺激されると言いましたが、じゃあ、こっから血管の方も機械的な刺激が入ります。ということは十分あり得ます。はい、血管の周りには何がありますか？神経がありますよ。だからこんな感じで、呼吸をね、深掘りしてみれば、内臓、血管、神経っていうのが絡んでくるわけですね。内臓とか血管っていうのは交感神経、副交感神経がもう豊富にね、付着しているわけなので、ね、刺激が入るってことは余裕であり得るわけなんですよ。で、他にもね、この内臓周り、お腹の周りっていうのは、リンパっていうのがあるんです。リンパの流れが促進されると、副交感神経が優位になるんですよね。じゃあリンパ、どの辺にあるか見てみようじゃないかと。今、緑で見えてるのが、このリンパですね。特にこのお腹とか胸の奥に、いっぱいあると思ってください。こういったお腹とか胸の奥にあるリンパっていうのは、神経と同じように内臓からね、絡まってきてるわけなんですよ。内臓からのリンパを吸い上げてきて、これ結構ね、鎖骨の方に行くんですけども、内臓からのリンパを吸い上げてきますよと。そんで、これも同じように横隔膜を貫通しているので、呼吸によって流れが促進される可能性っていうのがあります。ちょっと難しい話になるんですが、胸の中っていうのは、気圧っていうのは低いんですよ。マイナスとしましょう。気圧低いんです。気圧が低い。そして、息を吸うときっていうのは、もっと気圧が低くなるんですよ。気圧が低いから、マイナスだから、外のプラスの気圧から息が吸われて、マイナスの方に流れていくわけなんですよ。圧力高い方から圧力低い方に、まあ、水とか空気っていうのは流れていくわけですね。胸の中っていうのはもともと低気圧なんです。いいですか？そして、お腹の方っていうのは、高気圧なんですよ。ちょっと見えにくいですね。すいません。高気圧なんですよ。プラスなんですよ。お腹の方は、プラスなんですよ。ということは、呼吸をすることによって、お腹と胸の圧力の差って変わるわけですね。もともと胸の中はマイナスです。低気圧です。お腹の方は、高気圧です。プラスです。ということは、リンパの流れっていうのも、呼吸をすることによって、プラスからマイナスの方に流れていくので、うまく呼吸をすることによって、胸とお腹の呼吸の圧力が変わって、その圧力の差によってリンパがうまく流れるっていうことも期待できるわけですよ。もう一回言いますよ。リンパっていうのは、
お腹の中で言うと、ね、内臓から吸い上げてきたリンパが吸収されて、胸の中を通って鎖骨の方に流れていくわけですよね。はい。呼吸をすることによって圧力が変わります。胸の中はもともと低気圧です。お腹は高気圧です。なので、このバランスがしっかり取れていれば、リンパの流れが促進される可能性が非常に高いわけなんですね。だから、今日のお話で言うと、まあ、睡眠を阻害するものは、交感神経、まあ、ストレスの高い状態にさらされているからだと。じゃあ、交感神経を収めるような働きをするには、しっかりとした呼吸、深呼吸をするようなことが一つの改善策だと。あくまで一つの改善策ですよ。じゃあ、呼吸というのを深掘りしていったら、横隔膜動く、内臓が動く。内臓の周りには何があるか。交感神経があります。交感神経の周りには何があるか。血管がありますよと。こういった血管とか神経のね、ことを絡めて呼吸を感じてみたら、もっとね、こう、理解が深まって、あ、深呼吸大事だと。瞑想とかヨガとか大事だなっていうね、理解に深まればと思います。そして、リンパも大事。リンパっていうのは流れると、副交感神経が活性化されるので、呼吸をすることによってリンパの流れが改善されることが期待できます。そこからの副交感神経が高まって、また眠りが深くなるということも期待できます。何度も言うようにね、睡眠障害による経済の損失って非常に高いわけなんですね。経済のことを切り取ってもね、すごくこう、莫大な損失っていうのがわかるので、これ以外の例えばお子さんの成長とか日々の生活とかそういうことにも関わってくるわけです。睡眠の質っていうのは。それを改善する一つの手口として深呼吸をしてみましょうと。じゃあ深呼吸をすることによってお腹の中とか胸の中ではこうなっているんですよっていうことね、今日はお話ししたかったんです。そして告知ですが、僕は月に1回ぐらいのペースで東京に出張施術に行っています。ですので、体のここが気になるなとか、もっとパフォーマンスを上げたいなというようなことでお悩みの方は、詳細欄にホームページのリンクと東京出張用の LINE 公式アカウントを貼っていますので、そちらからお問い合わせ、お申し込みください。もしこの動画が良ければ高評価、コメント、チャンネル登録をよろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。